一一番番いるところで外するのが一番危険だってからバーサーパッケージっていうのはここは非常に重要なものというふうに僕たちは考えていますし前屈するとさすがに悪化したところに負担がかかってしまうからこれは痛みす これは長期療養施設における延下障害の原因疾患として何があるかということをアンケート調査したものですね。でこちら側が医療型の療養型施設。こっちらが介護療養型医療施設。そして一番下のところが介護老人保健施設のそれぞれの職員の中で延下障害が発生するのはどのような疾患がありますかということを自由記載してもらったものですで。どの領域においても上がってくるのは脳卒中。 と、認知症とサルコペニア、うん、この三つが上がってきているわけですで。脳卒中っていうのはなんとなくイメージがつくかと思います。はい、認知症は別な問題が出てきます食事のイメージっていうのが出てくるので、うん、やっぱり食事の概念が崩れることによって、 むせ込む人たちいっぱいいらっしゃるかもしれません。これ、イメージがつくわけなんですが、サルコペニアもしっかり上がってきてます。で、サルコペニアの評価に関しては、実質上この論文の中では、正しいサルコペニアが評価ができたのは1割から3割というところです。で、こんだけの、えー、正しい評価の中においても、サルコペニアはよくむせるというふうに言ってるのであったら、全数調査を、サルコペニアを。 え、正しく評価をしていけばですね、多分相当の確率でサルコペニアと演芸障害っていうのは直結する話になるかなというふうに思っているわけですね。うん、ですから、え、この今日脳措置のお話をするわけですから、え、はい、これとサルコペニアの関連性っていうものはよく考えなきゃいかんというところですね。うん、では、フレイルサイクルもこれはもうあまりにも有名な、はい、えー、模式図ですからもう軽くいきますが、やっぱりですね、入り口はこう社会的な問題になることが多かろうというところです。はい、今、 時代的に外出が自粛された時期もありますので、えっ、ー、と、地域の方々っていうのは独居で閉じこもりになって、ご飯が食べにくくなった貧困の方々もいらっしゃるかもしれません。動かないので、やっぱり食欲が落ちますし、摂取量も下がるし、っなると栄養状態も下がって体重も減ると。まあ、サルコペニアの状態になって代謝が下がる。これは大きな問題ですね。基礎代謝が下がっていくと、当然、 えっと、エネルギー消費も下がっていくと。はい、なので、余計にお腹が空かなくなってっていうふうのサイクルに入っていて、うん、結果的に筋力が落ちて疲れやすくなって歩けなくなって活動性が下がって、さらに栄養状態が悪くなると。うん、最終的にこの精神的な問題みたいなのも出てきたりもするわけですね。うん、このフレイルサイクルっていうところ、どの段階で、あの、 止めていくかというものも、最近の地域のリハビリテーションの中では重視していた内容だったと思いますね。これもよく思い出さなければいけないというところです。お話がいろいろ飛びますが、渡辺先生にやっていただいた在宅療養継続の実態と関連する飲酒の検討です。これは介護老人保健施設です。これは えっと、急性期、回復期のリハビリテーションをやって、はいうん、おうちに帰っていくのがまだちょっと忍びないな、うん、足りないなと思って、生活リハビリテーションを中心に展開しようという役割が介護老人保健施設、生活リハだと思います。はい、こ,この707名のうちに、1年間在宅療養継続をしている方々、実は54名しかいないという、うん、ものすごく我々理学療法士にしてみては、ショッキングな数字、実質8%というところなんですが、この、 えっと、老犬をですね、対処するときに、縦断的に1年間、追跡調査ができたのは実は504名分あるわけなんですが、この人たちが1週間経過したら、もう10名は入院です。うん そして、1ヶ月経過したら30名。うん、で、3ヶ月経過したら171名の方がもう入院してしまって、在宅生活をドロップアウトしていたと。こういうところですで。この在宅生活の継続率というふうに言ってますが、実質、まあ、大元の700何名から行くと8、8%しか継続できていないというところです。介護老人保健施設の理学療法、作業療法、かなりの数がいらっしゃると思いますが、ものすごく一生懸命リハビリテーションをやっている職域だと思います。はい その在宅生活を維持するために必要な因子分析をやっていくと、実はですね、因子として上がってきたのが食事。 これがペースト食以下の食事形態にならざるを得ない航空状態というものと排泄の自立、あと航空ケアの自立。これはあの義似の清掃というリテラシーこれも含めた要素として3つ検出されています。で、この3つを考えていくとですね、我々は反省しな,しなければいけないことがいっぱいあるわけなんですが、理学療法、作業療法の中でもやっぱり老健の中でも 起律歩行練習、筋力増強練習、はいうん、ストレッチ、バランス練習、よくやってると思います。うん、運動の機能障害に対する会員をよくしているわけなんですが、1年間の在宅生活を療養を継続するために必要なものとして、一つも運動機能は入ってこないというところですね。うん、排泄の自立は若干運動機能ですが、どっちかって言ったら応用的な ADL です。三、はい、つの中のうち二つは航空の問題です。うん ですから、あの、ADN の自立云々とかいうのはまた別な問題ではありますが、うん、在宅生活を継続するためには、 航空の問題を解決しないことには、あと接触演芸の問題を解決しないことには解決しないというところをよく考えて、僕はこの論文を読んだ時にも、既立歩行練習はやめなきゃいけないかなっていう発想にはならないんですが、歩けない人たち、ゴールとして歩行が難しい人たちも歩く練習を一生懸命やってしまっていた現状があるので、これは少し患者さんのニーズを無視するわけにはもちろんないんですが、これに関しては歩行練習は少し 導入としてやってみて、その上で航空顔面、この領域にしっかりとフォーカスを当てた介入しないと、お家に帰ってからの社会生活は構造が成り立たないんじゃないかなというふうに思うようになったわけです。これ一番大事な僕、スライドかなと思ってますので、よく皆さんもお知り置いただければと思います。